堀川さんでやります。初心者だったよね。でもすごい何年ぶりとかでもちゃんと弾けるようにはなるので、聴いていてください。ちなみにこの連弾には3つの曲が混じっているので、どんな曲がちょっと入っているか聴きながら考えてください。お願いします。お願いします。よいしょよいしょ。